ハニューユズルのインタビューなどを加えた東京ドーム公演特別版ディズニープラスで独占配信予告編解禁。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。プロスケーターハニューユズルの東京ドーム公演にインタビュー映像などを追加した特別版イヤーラハニーアイスストーリー2023ギフトアット東京ドームが ディズニープラスにて独占配信されることが決まった。合わせて、予告編が解禁された。昨年プロに転校したハブ選手が出演した2月の、イヤーラハニーアイスストーリー2023、ギフト、アット東京ドームは、スケーター史上初となる一夜限りの単独東京ドーム公演。本公演のためだけに会場に作られた特設アイスリンクで13演目を2部に分け披露した。アイスショーの制作葬式は羽生譲る。 演出はミキコ、音楽監督は竹部総司が担当した。第1部は、ハブ選手が自ら紡いだ言葉でファンに優しく語りかけるようなナレーションで幕を開けた。会場奥にはアイスリンクと繋がっている巨大な LED スクリーンが設置され、そこにはハブのスケート人生におけるマイルストーンとなるような数々の場面が映し出された。さらにスクリーンサイドには生バンドと、 クリタ・ヒロフミが指揮する東京フィルハーモニー交響楽団が配置され、やがて、火の鳥の音楽と共にスクリーンや表情炎が埋め尽くし、それを背にスクリーン中央から鮮やかな火の鳥の衣装をまとったハブが登場。ラストでは試合さながらの6分間練習後、助走とロンド・カプリチオーソを演じきるとガッツポーズを見せた。第2部は生バンドによる、レッツゴー・クレイジーでスタート。曲が切り替わって、 レッドミーエンターテインユーに合わせて演目を披露し、前半とはまた違う表情や振り付けで会場を沸かせた。その後はアドのアシュラちゃんに合わせて真っ赤なシャツでクールなダンスを披露。そして、オペラ座の怪人や、いつか終わる夢、ノットステレイタでも衣装から演出まで全て雰囲気が変わるこだわりの演目をノンストップで滑り切った。中でも、オペラ座の怪人で中央のスクリーンに CG で再現された巨大な 怪人を思わせるハブ選手が登場し、画面の横から伸びた巨大な腕が東京ドーム全体を包み込むダイナミックな演出は圧巻。公演の最後には会場内のファンに、ちょっとだけ静かにしてくださいね。頑張るんで。と呼びかけ、マイクを通さず肉声で、ありがとうございました。と感謝の気持ちを告げた。今回ディズニープラスで新たに配信するのは、約2時間半の東京ドーム公演のほか、 公演直後に撮影された特別インタビュー映像などの未公開シーンを新たに加え、さらにライブ配信の時よりも高画質、高音質となる特別版。そして、元作は日本だけでなく、全世界、中国本土を除く、でも配信される。イヤーラハニーアイスストーリー2023、ギフト、アット東京ドーム、特別版は、ディズニープラスにて近日配信予定。波乳譲プロフィール、宮城県出身。 2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年パイラマオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。